うめえ。観察も見える。ああ、俺たちの部屋。バブリシャスな匂いがプンプンするぞ。神里パーキング久しぶり。みんなにお土産買いましたよ。喜んでもらえるかな。ソーセージ食べます。いただきます。はい、ケチャップをお願いします。堀田葵選手、ケチャップが下手くそです。めっちゃ下手。いただきます。じゃん、うめえ。どうよ青、やばいぜ。はい、携帯用のアルコール電解水、人が多いところを通った時は皆さんシュッシュしましょう、うん、よし、では行きましょうか。上里をスタートして湯山まで一気に。 Here we go。 3月の30日に湯沢町を出た時は雪だったんだよ。雪景色だったの。私たち戻ってくるのは3月30日以来です。帰ってきたよ。今回なるべく、家具付きの物件を中心に見せてもらうっていうね、相談をしているので、一体どういう部屋を案内してもらえるのか、すげー今から楽しみです。今日は家具付きだけ。3軒は見たいんだよな、でもな。はい、正面見て。正面、岩っぱらスキー場です。今正面に私たちが住んでいたマンションが見えています。岩っぱらスキー場、湯沢到着。 We are back to 湯沢。高い高い高い、レギュラープライス高い。ハイエース、ミドルルーフ、ワイド、この大きさはですね、中型車になるのでだいたい普通車よりも2割増しです。金額的に言うと。さらに休日割引が効かないのでザ・レギュラープライスで乗ってまいりました。5250円。覚えてる、この先江上温泉。越後湯沢駅、久しぶり。久々に戻ってきました、湯沢駅前商店街です。めっちゃ久しぶりだね。約4ヶ月ぶりの湯沢です。すごく嬉しい。行きましょう、青井さん。危ない。今日のランチはここです。アジロー、中華そば、アジロー。Here we go。 こんにちは。やった、一番乗り。お品書きはこんな感じ。僕のおすすめはこれね、岩のりラーメン。岩のりラーメンが一つ、ごま味噌ラーメン。お久しぶりです。久々のユーザーですね、小鳥さん。何ヶ月ぶりだか分かってます？5 4ヶ月ぶりでした。4連休の3日間を湯沢で過ごしたいと思います。楽しみましょう。はい。懐かしい、うん、辛醤油つけ麺からの青い思ったら母ちゃんが来た。ありがとう。うわー、これこれこれ。てん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 、ごま味噌ラーメン食べます。うん、いとう。すごいごまが濃いね。え、すごいトロトロしてるの。行ってみたいと思います。
を飛ばすのや T シャツです。もう言う小鳥さん、岩のりラーメン。ごちそうさまでした。到着しました。きらぼし湯沢ベース。やっほー、こんにちは。カレーみたいなお弁当を入れていただけると、あの皆さん喜びますので。では、本日のデュアルライフラボ拠点生活研究所で実際にデュアルライフをお送りしている方々からいろいろお聞きして、まず歌を歌ったらいいでしたっけ。そうですね、じゃあここで1曲ヒゲダンディズムで視聴者数減ったりしてないから今ので、時代が俺についてきちゃってるかな。ひまわりさん到着。また今年のリゾマンのお部屋の内覧をお願いしたいと思います。いっぱい食べる。井原さん、どうぞよろしくお願いします。まずは、こちらの物件のお部屋から見させていただきます。実は去年もね、一部屋見させてもらってます。お部屋に入って、この部屋からのネットワークで今 6.6 メガ au のキャリアですね。厳しい。眺めは非常にいい。景色いいですね。妻いいですね。おお、ナスパが見える。ナスパが見えるし、中里も見える、神立も見える。あ、3つのスキー場チェックできて、ね、なるほど、悪くないですね。将来はまあアベレージ15から20の間を行ったり来たり、まあ、16メガでした。以前住んでいたマンションはここです。ファミールヴィラ第2。あー、俺たちの部屋。もう契約が決まってしまったので、今年はこの部屋は借りれません。3棟目はこちら、ホワイトプラザプラージュです。かなりバブリシャスな匂いがプンプンするぞ。行きましょう。あ、なんとバルコニーがついてる。非常にリゾート感たっぷりのマンション。なんとこのマンションはドーム型のプールがついております。スライダーもついてるというドーム型のプールが、ね、冬でも使えます。このデラックスなエントランス、これこそリゾートマンションの醍醐味、いいんじゃないでしょうか。今なかなか天井がミラーなエントランスってないよね。素晴らしい。ワクワクさせられる。あら、これはじゃがじゃーん、広い。予想以上に広い。ホワイトプラザ V プラージュ、なんと au のネット速度、キャリアの回線で46メガ最高値です。ということはモバイル Wi-Fi も期待はできる。バルコニーがついてます、この部屋。そしてバルコニーからの景色、魚野川&ルーデンススキー場、これです。この景色はやばいかも。こちらのドーム型のプール、これも入居者は入れるそうです。さあ、このプラージュ、かなり私たち気に入ってしまいました。